タムタムは2018年チャンピオン、ね、コンバットレスリング。そうそうですね。俺2000年チャンピオンなんでね、一応ね、一応チャンピオンなんで、そうなんですよ、コンバットレスリングのね、はい、ということで、コンバットレスリングチャンピオン同士ということで、ちょっと、はい、技を1個ね、そうですね、ちょっとお教えしたいと思います。はい、じゃあ行きましょうか。行きましょうか。はい、ファイティングポーズを。フリーダムズチャンネルです。私あのコンバットレスリングの、まあ、去年ですかね、あ、一昨年か。そうそうそう。去年は残念ながら決勝でね。そうなんです。負けちゃってるんですね。一応優勝してます。で、まあ今年ちょっとコロナで影響もあって、まあちょっと試合もね遠ざかっちゃってできないんですけど、やっぱりもう一回あのチャンピオンになりたいなっていうので、まあ国内、あとアジアですけど、そこのちょっと。おう。発揮つけたいなと思います。はい、タムタムは2018年、ね、そうそう、俺2000年チャンピオンなんでね、一応ね、一応チャンピオンなんですよ。そうなんです、コンバットレスリングのね、はい、はい、ということで、コンバットレスリングチャンピオン同士ということで、ちょっと技を1個で、はい、そうです、行こうと思います。はい、じゃあ行きましょうか。行きましょうか。はい、じゃあタムタム、はい、もうもう基本の発揮とかでいいと思うんですよ。テイクダウンでいいと思います。まあグラップリングでも、まあ、そういうものが使えるような感じで、はい、それを、まあ、誰でもできるんですけど、まずじゃあ最初ちょっと組んでみましょうか。組んでもらって、まあ触るところっていうのはね、そうですね、引っかかるところ、まあここですね、首でもいいし、この小指を引っかけるしっかりと来るんで、まあ、触れる距離で、一回入る前に崩しを入れたいんですよ。で、崩しで、まあ、前か横で崩す。一回前に崩したとして、あ、入るタイミングっていうのは、相手が起き上がった瞬間に、その中も最短で、ここが回る。で、この左足にもうしっかり、はい、何ですか。止まらないことがない。そう、止まらないことですね。ちゃんとしっかり、一番良くないのが、このお化けになっちゃうってやつです。このお化けになっちゃうと、相手に刺されやすい、左足ですね。もう、なんつったら、トラックじゃないけど、もう相手を吹っ飛ばすような感じで、このまま行くと。上まで押さえ、上まで。しっかり。また、下の腰も、うまくつける。汗に全然つらいですよね。まあ、初心者の人に、まあ、注意してもらいたいな、止まらないところかな。止まらないところです。あと、頭が下がっちゃうっていうのがダメです。頭が下がっちゃうと、その倒す方向に力がいかないから、威力が弱くなっちゃうんですよね。だから、倒しきれないから。もうこれはもうダメです。受けられてます。正面ですね。入る方向に対して、おう、もう力じゃないですけど、瞬間的って言うのかな。まあそうですね、相手が一人いれば一人いればね、練習できる、はい、練習できるんで、はい、誰か相手見つけて、追いかけ、ね、そうですね、まあとにかくたくさんタックル入る回数を増やすことだと思います。はい、で、分かんないことは知ってる人にちゃんと説明聞いて入らないと間違った覚え方しちゃうんで、やっぱり結構そのスキルが高い人にきちんとその理論じゃないけど、はい、
まあ脳がきはいいからどんどんね倒してみてくださいね。どん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 倒してね、危なくないとこでみんなやってください。はい、続きやってみてください。最後まで見てくれてオズ嬉しい。高評価コメントしてくれないとオズ泣いちゃう。ピエンピエン。チャンネル登録してくれないとオズ怒っちゃうぞ。